こんにちは、ヨガジャーニーのかよです。今回は私が生まれ育った東京から、夫の故郷である岩手県に移住し、フリーランスのヨガインストラクターを経て、盛岡市にヨガスタジオをオープンするまでの歩み、そして課題の乗り越え方についてお話ししていきます。今回の動画は、特に地方で今後ヨガインストラクターとして活動していきたい方、またヨガスタジオを、ね、今後オープンしたいなと考えている方に、ぜひ見ていただきたいです。私のこれまでの歩みが皆さんの、ね、今後の人生のロードマップの参考になったらと思います。今回の動画、私がっつり語っていきたいなと思っていますので、メモの準備をしてね、お話を聞いてもらえたら嬉しいです。また時間に、ね、限りがある方は、この動画にチャプター目次をつけていますので、気になるトピックのところを中心に動画を見ていただいても大丈夫です。ぜひぜひ最後までご覧ください。では今回の目次について、ご紹介したいと思います。今回の動画は5つの、ね、ステップについてお話をしていきましょう。まず一つ目のステップとしては、私がヨガインストラクターとして活動していった一番最初ですね、経験も実績もないですし、あとは、まあ、知名度もない状態で、ましてやね、知り合いも何も一切いないような未開の地で、どうやって、集客をしていったかっていうところをお話ししていきましょう。そして2つ目のステップは、その集まってくれた、初めましてのね、生徒さんたちをリピーターさんに、要は繰り返しね、ヨガを続けてもらう、継続していただく生徒さんに、なっていくために、私がね、工夫したことについてお話をしていきます。そして3つ目のステップは、フリーランスでヨガインストラクターとして活動していた段階からステップを上げてヨガスタジオをオープンするっていうタイミングの見極め方ですね、ここについてお話をしていきます。そして4つ目のステップとしては、貯金もほぼゼロそんな私がどうやってヨガスタジオをオープンするための開業資金を工面したのか、このお金のね、工面の仕方について、お話ししていきます。そして最後5つ目のステップとしては、ヨガスタジオをオープンしたからといってずっとずっとスタジオにいるわけじゃなくって、こちらからね、生徒さんに会いに行き続けることの大切さについてお話をしていきましょう。では最初のステップですね、実績もない、知名度もない、そして知り合いも一切ない、この未開の地で私が、ヨガインストラクターとして活動するときに一番最初に言った集客のお話をしていきたいと思います。私は、東京にいる時はヨガインストラクターをしていませんでした。ただの一練習生だったので、岩手県に来てからヨガを指導し始めたので、本当に岩手に来るまでヨガの指導に関しては全くバックボーンがない状態でした。で、私は、まあ、東京から岩手に移住する時に、まあ、インドに行ってね、4週間の、ヨガ指導者養成講座のトレーニングを受けて、で帰国してすぐに岩手県に移住していますので、まず岩手県に私が降り立った時に、どうしようかなとなんとかねクラスをやりたいんだけれども、まあ会ったこともない、どこの馬の本音かもわからん東京から来たヨガインストラクターのクラスに、まあ普通はね行かないですよねいくら私がヨガクラスをやります、何月何日何曜日何時からこの場所ですっていう告知をしたとしても、まあ誰も来ません、当然ですよね。岩手の地元の人の立場になってみたら、会ったこともなく、何をしてきたかもよく分かんない実績のないヨガインストラクターの先生のクラスを受けに行こうという選択肢がまずないと思うんですよね。まあ、それは本当に当然のこと、つまり私のクラスを受けるということが不安でしかないわけですですよね。で、この不安な要素ですよね、誰だか分かんない、自分に合う先生かどうかも分からないっていう不安な状態をまず取り除くこと、これが一番大事だなと思いました。私たちヨガインストラクター駆け出しの時、何の実績もなくて何の、ね、知名度もない時は、一番最初にやるべきは生徒さんから信頼を得ることだと私は思っています。でさっきも言いましたが、信頼を得るため
ためにやれることは生徒さんが感じるであろう不安要素を一つ一つ払拭することです。でまず私がやったこととしてはシンプルに自分っていうものはこういうヨガを教えたいんですよっていうことを教えるためのツールを準備しました。具体的には、ホームページウェブサイトの作成そしてチラシを作りました。そして SNS の発信ブログもやっていきました。で、ホームページウェブサイトの作成は今すごくね簡単になっているんですけれども、私が岩手に来たのはもう10年前ぐらいなのでその当時はまだまだウェブサイトを作るっていったらちょっと面倒だったんですよね。電気屋さんに行ってホームページビルダーっていうソフトを買ってきてでそこからパソコンを使ってこうパチパチ簡単なホームページを作っていくんですけれどもそんなね大それたものじゃないんですけどもウェブサイトを作ってで公開っていう風にしたんですけども、まあ、それだけやってても誰もそのウェブサイトにアクセスしないじゃないですか。なのでそのサイトを見てもらうためにそのサイトの QR コードを貼ったチラシあるいはリンクがね分かるようなチラシを作ってでそれを、周辺のね、お店に、渡していきました。カフェとか雑貨屋さんとかあと公民館とか商業施設ですねチラシを置いてくれそうな場所に自分のチラシと自分の名刺を持って、はじめまして田村佳代です、ヨガをねクラスやってますのでチラシを置かせていただけませんかっていう形でもう本当にこうどんどんとどん突然こう訪ねていくみたいな感じでやってましたね。もちろん置きますよっていうところもあればお断りされてしまうこともあるんですけれどもでもホームページ作って見てくれるのをこう待っててもまあ、何も起きないのでねやっぱり自分から、知ってもらう努力というかアクションをね起こすことはとても大切だと思います。チラシに関しては、ポスティングですね各自のお家にこうチラシをこうポスティングしていくっていうのは私はやっていません。なぜやらなかったかっていうとポスティング一件一件に自分のチラシをこう入れていくと、まあ、ちょっとある種必要ない人に届いてしまう可能性があるんですよ。で自分も経験したことあると思うんですけれどもいらないチラシを投函されるってすごい不快でしょ。もうすぐゴミ箱行きだしむしろなんかゴミ増やしやがってみたいなね気持ちにもさせかねませんので店舗に置かせていただくとか公民館に置かせていただくと興味のある人だけが自ら持って行ってくれるんですよ。こっちから勝手に渡すんじゃなくて興味のある人が持って行けば見てくれる可能性にもつながると思いますので、まあ、チラシを無駄にしないためにもそして、不特定多数に配って相手に不快な思いをさせないためにも自宅へのポスティングではなくて店舗に置かせていただくっていうのがいいんじゃないかなと私は思っています。そして SNS ブログの発信ですね、10年前の当時 SNS は Twitter とか Facebook ぐらいしか実はなかったので Twitter は私その当時やってなかったんですけども Facebook とかはもうほぼ毎日のように投稿してたかな。あるいはブログですね私その当時アメブロをやってたんですけども、そこのブログにも定期的に更新をしていましたね。で、自分がヨガを通して、体の変化、心の変化生き方の変化こんなことが起きたんだよとかあとはヨガの豆知識とかね哲学のお話だったりとかそういったところをブログにまとめて定期的に更新をしていきました。でこの SNS の発信、まあ、形は今ね YouTube になったり、Instagram になったりいろんな変化はあるんですけれどもこの SNS の発信は、もう本当に長期にわたって続けた方がいいです。でこの SNS の発信を途中でやめちゃう方とか結構いるんですけれども、生徒さんから見たら先生が更新を途中で止めちゃうと不安になりますよね。なんかこの先生体調崩しちゃったのかなとかヨガ嫌いになっちゃったのかなとか何か違うこと始めたのかなみたいな感じでその SNS でたまたま見てくれた人もやっぱり心配にさせちゃったりすると思いますので、やっぱり SNS は定期的に続けていくべきだと私は思ってます。それは生徒さんを不安にさせないためにもってことですね。引いては信頼を獲得するためにってことです。他に取り組んだこととしては、まあ、有料の、
何曜日の何時からここでやりますっていうクラスはやっぱり来てもらえなかったわけですよね。なのでなんとかこちらから生徒さんにアプローチできるように私がやったのは無料のパークヨガを、やっていきました。それは、その当時月に2回ぐらいやってたかな、週末の朝の時間を使って、公園で、無料のパークヨガをやっていくっていうことをやりました。で、無料のパークヨガのメリットとしては、たくさんあるんですけれども私が一番感じたメリットっていうのはまず人目につくっていうことですね、パークヨガなので、あんまりこう公園の奥地っていうよりかはできるだけ人目につく広いエリアでやる方がいいと思います。そうすると、たまたまチラシを見た人がちょっとヨガは受けるのはね心配なんだけど様子は見に来ようかなみたいな感じで見物しに来てくれてで あれなら自分もできそうみたいな感じで時間に参加してくれる可能性もありますしあとはもう何と言っても無料だと心理的ハードルが下がりますよね、開かれた空間で無料のヨガだったら、家族と行ってみようかなとかあるいは友達と行ってみようかな、ある程度リスクが低い状態でというか安心してね、生徒さんたちも参加できるような環境になるんじゃないかなと思っています。なので無料のパークヨガは私は定期的にやってで最終的にはね30人とか40人ぐらい集まるような感じになったのかな。結構ね人数も多くなりましたねその当時は。でその無料のパークヨガに来てくれた方に絶対やってほしいのが自分のチラシを配るっていうことですね、ヨガに興味のある方が来てくれるから自分のチラシを配ったら情報を定期的にキャッチしてくれる可能性があるしあとは有料の定期クラスみたいなところにね今後また参加していただけるように情報をお伝えしたりということもできますよね。でこの無料のパークヨガは結構おすすめです。でどこでもねやったらいいのかっていうとやっぱり公園っていうのは、行政の持ち物になりますので私も市役所の、公園課みたいなところに、何月何日何時からパークヨガやりますっていう申請を出して、そこのねエリアを借りるお金を払って、やっていましたので、他の公園でね日常的に活動している方とか、ランニングしている方とかねそういう方とトラブルになったら良くないので、ちゃんとねそういった許可を得た状態でやることがいいんじゃないかなと思います。この無料のパークヨガを開催する時の、内容のポイントとしては、通常自分が、毎週何曜日、60分クラスをやりたいなんていうのを想定してたら60分クラスと同じ時間の無料のパークヨガやっちゃうともうこっちの有料のね60分クラス行く意味なくなっちゃうので、この時間よりもちょっと短い例えば20分とか30分とかちょっと短い時間にしてでここで、ヨガを練習してもらうっていう形にして、ステップを踏ませるっていうこともできると思いますしあとは今日のパークヨガの感想をぜひぜひ、ご協力お願いしますっていう形で、何かペンとメモを渡して書いてもらってもいいですしあとはなんかその投稿するフォームみたいなリンクをお伝えしてここにね、感想を入力しておいてくださいっていう言い方もできるかもしれません。でその感想をもらうっていうこと要は口コミ集めですねこれをやっていくっていうことがとても大事だと思います。ヨガインストラクター自身が自分のクラスを宣伝することよりもそのクラスを受けた生徒さんがこうだったよっていうその言葉の方が、説得力があったりあるいは信頼しやすいっていうのは皆さん多分わかると思います。口コミって結構読みますよね。なのでこの口コミっていうものをいただくで感想をいただいたら、それを SNS だったりとか、ブログだったりホームページとかにね掲載してもいいと思います。こんな声をいただきましたっていう形で載せていくとまだねこう出会ってない、将来の生徒さんになるような方たちがその感想を口コミを見てあこういうクラスなら受けてみたいなっていう風にちょっとねモチベーションが上がってくるんじゃないかなと思います。なので無料のパークヨガ、ここでチラシを配るっていうことと口コミを集めるっていうことでもすごく有効なんじゃないかなと思います。でこういった初期段階でまだ自分に指導の経験とか知名度がまだまだない段階で、結構やりがちなこととしては、いきなりコラボイベントみたいのを企画する方いますね。例えば、どっかで、カフェヨガとか何かちょっとここのね、お店とのコラボイベントとかって自分から営業してやったりする方結構いるんですけれども、これ私あんまりおすすめしてなくてどういうことかっていうと、
コラボしようとするときって自分の生徒さんがいない段階で相手の集客に頼ってしまうと、下手したら自分で全然集客しないから相手に迷惑を被っちゃう可能性があるんですよ。コラボとか一緒に何かイベントをやるっていうのは相乗効果でお互いにとっていつもより多い集客を取るっていうことが一番の目的になるんですけれども、でも自分は相手の知名度とかね集客におんぶに抱っこになっちゃって相手のメリット全くないじゃないですか。そうなってくると、下手したら相手に迷惑かける可能性もありますので、自分が生徒さんがいない段階で、ここでヨガやらせてくださいって営業するのはちょっと私としては危ないかなと思っています。もちろん相手側からね、声をかけてもらって、そういったイベントとかコラボみたいなものを企画するのはいいんですけれども、自分に生徒さんがまだついてない状態ではあまり他の人と組もうとしない方がいいと思います。できるだけ自分一人でできる精一杯の努力をして自分のことを信頼してくれる生徒さんが増えてから誰かとコラボイベントをすると相乗効果が出るんじゃないかなって思っていますので、ここねちょっと要注意かなと私は思っています。でここは番外編なんですけれども、こういった初期段階ですね、ヨガの指導者として活動する初期段階では、ほとんどの場合がヨガのクラスを教えるっていうことの収入を得ることができないと思います、とてもじゃないけど自分の生活を支えるぐらいの収入までは得られないはずです。でそういう時私ももちろんありました。私がヨガだけで、生活できるようになったのは、大体ヨガの指導を始めて3、4年かかってかな、4年目でスタジオオープンしてるので大体3年か4年ぐらいかかってますね。でその間私は、生活を支えるためのアルバイトもしていたんですけれども、アルバイト私ねすごくいいなって思っていて、でどんなアルバイトをするかっていうところをヨガの指導技術を上げるためのアルバイトをするのがおすすめです。で私が実際にやってたのは、マッサージの、アルバイトをしてましたね。で、いろんな男性とか女性とかいろんな体の人たちをねこう触れさせていただく強さだったりとか、あとは触っていい場所触っちゃいけない場所とか、あるいは骨格だったりね筋肉だったりそういうことについて、学ぶ実践できるチャンスだなと思ったので、ヨガでいうところのアジャストメントですね、ハンズオンアジャストの実際に触れていくっていうところの、練習にもすごくなりましたし、あとは接客業もとってもいいと思います。接客業を通して、ホスピタリティですね、お客様とのやり取りの練習になったりとか、自分の言葉、どんな風に対応していくのか、言葉選びだったりとか目線を合わせるとかそういうところにもすごくつながるんじゃないかなと思いますので、お金を稼ぐためのアルバイトっていうよりかはどうせやるんだったらヨガのね技術のスキルアップにつながる方が私はいいんじゃないかなって思いますので、そういったアルバイトをこの初期の時にね並行してやるっていうのもいいんじゃないかなと思います。はい、では2つ目のステップいきましょう。新しいお客さん、生徒さんたちがね出会うことができたら、この生徒さんたちを今度リピーターさんですね、継続的にねクラスを受けてくれる、そういった長期的な関係を築いていきたいですよね。でこのリピーターさんに変えるために私がやったことをご紹介したいと思います。まずヨガっていうのは最初の1回で全てのヨガの良さ恩恵を伝えることはまずできません。でこれはもう初めましての生徒さんたちも言っていいと思うんですよね。今日ヨガの、ね、練習来てくれたんだけれども、もちろん肩が楽になったとかね、気持ちが軽くなったとかいろんないい変化はあるけど、ヨガって続けた方がもっともっといい変化が起きるんですよっていうことをちゃんと伝えてあげること大切かなと思います。1回ではやっぱり全ては伝えきれないので、ぜひ継続して通ってほしい。でそこの先に、自分が予想もしなかったようなね、いい変化、起きてくるんだよっていうことを、初めましての生徒さんにも伝えていいんじゃないかなと思います。そうするとヨガ続けてみようかなっていう風にね、生徒さんのモチベーションも上がってくると思います。あとは、さっきねパークヨガのところでもお話ししたんですけれども、初めましてで出会えた生徒さんに対
対しては、今後のクラスの予定もそうだし、あとは、自分の SNS、ウェブサイトのアクセスのチラシを渡すとか、そういったこちら側のヨガの情報を受け取れるようなツールを私は紙で渡すんですけども、それをね、お渡しすることとても大事かなと思っています。今でもそうです。今でも必ず初めましての時、私はうちのスタジオのリーフレットだったりとか、そういった情報を必ず渡しています。で、こういったチラシを渡すとかリーフレットを渡すっていうのをなんか売り込んでるみたいで嫌だなって思っちゃうヨガインストラクターの方いるんですけども、私は売り込みだとは全然思っていなくって、むしろ親切っていう感じですだって自分がもし初めましてで会ったヨガの先生、ああ素敵だな、このヨガ良かったな、またこのヨガの先生のクラス受けたいなって思った時に、その先生が次いつヨガをやってくれるのかもわからなかったり、今後その先生のね活動をフォローしたくてもフォロー先がないってなると、いいかなもうっていう感じで気持ちがやっぱりシューってこう萎縮しちゃうと思うんですよね。なのでまずは今後ねここを見てくださいっていうものを渡すのは親切心だし、あと紙で残るとヨガのこと先生のこと忘れても紙が出てくれば思い出してもらえる可能性もありますよね。なのでそういった今後もつながり続けることのできる何か紙ベースのチラシリーフレットっていうのは小さくてもいいのでお渡ししてあげると親切かなと思います。あとは何か疑問質問あったりとか、こちらのメールにご連絡くださいっていう名刺でもいいですし、必ず今後もコミュニケーションを取り続けられるようなツールっていうのは準備した方がいいかなと思います。そして、もう一つ、これはまあ精神論みたいな話になっちゃうと思うんですけれども、特に新米ヨガインストラクターの場合は自分としてもね、不甲斐ない部分ってあると思うんですよ。経験が足りないとか知識が足りないとかね、有名な先生と比べると自分なんてとてもとてもって思っちゃうことあると思うんですけれども、ヨガの生徒さんとの向き合い方で私がすごく大事にしているのは、知識とか経験がものすごくある雲の上の存在のような先生になることではなくって、生徒さんのことを一番理解できる、そういった親近感のある身近な先生になることが大事なんじゃないかなと思うんです。今私もそうですよ。まだまだ知識とか経験足りないなって私でも思います。10年間ヨガを指導しても思うくらい、ヨガってすごく広くて深いし、それを教えるってなったらとっても大変なことです。だけれども知識はもちろん時間がかかる、経験だって時間がかかります。でも目の前の生徒さんに全集中して、この生徒さん何が困ってるんだろうとか、なんでヨガ来てくれたんだろうとか、クラス来た時とクラス終わった後と、なんか表情が変わったなとか、あとこのポーズの時ちょっと股関節があまり開きづらそうだったなみたいな、生徒さんのことをちゃんと情報見てあげてほしいんです。で、たとえ初めて会って次もう二度と会えない生徒さんもいるかもしれないんだけど、でも私はそれをメモに書いています。何々さん、名前が聞けたら何々さん、こういう感じだった、肩の様子がどうだった、股関節がこうだった、呼吸がどうだったっていうのをなるべく書き留めて記録しています。で、それは今もそうだし、オンラインでもスタジオでも私はやっていることなんですね。で、つまり自分が全部生徒さんの全てを解決することはできないかもしれないけど、でも生徒さんの一番の理解者でありたいなって私は思って、生徒さん一人一人と向き合っています。だから生徒さんとしては何でも知ってるヨガの先生っていうだけじゃなくて、自分のことを見てくれる先生、自分のことを理解しようとしてくれてる先生って、私はすごくこう親しみを持って、またこの先生に会いたいなってシンプルに思うと思うんですよ。なのでやっぱり私たちヨガインストラクターは生徒さん集客しよう、あるいはリピーターさんになってもらおうってすると、自分の知識とか経験をブラッシュアップすることばっかりにエネルギーを注いじゃうんですけれども、そういうふうな自分をどう高めるか以上に生徒さんとどう向き合うかっていうところも大切にしてほしいなと思います。結局一人の生徒さんとしっかり向き合えない人って10人になっても20人になっても100人になっても向き合えません。何でもそう、最初はやっぱり一人の生徒さんをしっかりと見ることで、その生徒さんを理解したいっていう気持ち、生徒さんを見る目が10人、
50人、100人で広がっていくんじゃないかなと思いますので、自分の技術とか知識のなさだけに嘆いているんじゃなくて、生徒さんをよく見る、生徒さんのことを一番理解してあげられる身近な先生になるっていうことを私はね、おすすめしています。はい、では3つ目のステップいきましょう。フリーランスのヨガインストラクターから、自分のヨガスタジオオープン、ここですね、この検討に入るところの見極め時についてお話をしたいなと思います。まずこの見極めのタイミングとしては、先ほどお話ししたステップ1とステップ2、ここを踏まないとできないかなって私個人は思っています。つまり、リピーターさんですね、自分のクラスに通ってくれる生徒さんがちゃんといる状態じゃないと、ヨガスタジオ、自分のヨガスタジオオープンというのはちょっと難しいかなっていうのが私の考えです。でこのリピーターさんの定義なんですけれども、例えば毎週ね、自分のクラスに受けに来てくれるとか、まあ、月に 1,2 回とかでもいいんですけども、定期的にクラスを受けてくれるっていうのはもちろん大前提です。それはリピーターさんなんですけれども、ここで大事なリピーターさんの要素っていうのはもう一つあって、それはヨガインストラクターがどこの場所でクラスをやっても自分を追いかけてクラスを受けに来てくれる人ってことです。でこれは結構スポーツジムとか、あとホットヨガでね、こう教えてる方たちに起きがちな、まあ、勘違いになってくるんですけれども、まあ、毎週何々さんね、自分のクラス受けに来てくれてるな、自分のことを目当てにクラス受けてきてくれてるのかなって思いがちですよね。でもスポーツジムとか、ホットヨガとか、そういうそもそも箱として、まあ、集客が強い場所っていうのは、近いからか安いからとか、あるいは時間がたまたま空いてるからみたいな理由でそこのクラスを受けてる可能性があります。でじゃあ他の場所でね、その先生がヨガをしますってなった時に来てくれなかったら、それはシンプルに先生目当てじゃないですよね。何かその先生以外のメリットがあって、その場所、その時間、そのクラスに受けに行ってるっていうことだと思うんです。なのでこういった自分目当てで来てくれる生徒さんっていうのが、ヨガスタジオオープンの時にとっても大切な存在になってきます。でなぜかっていうと、何の後ろ盾もないヨガインストラクター、まあ、私もそうだったんですけれども、何の支援も後ろ盾もないヨガインストラクターがヨガスタジオオープンしたいって、つまり物件を借りるってことですよね。物件を借りる時に、絶対的に言えることは、条件のいい物件は借りれません。駅から近い、アクセスがいい、地方だったら駐車場がある、綺麗で家賃が安くて広いみたいなものはまず借りれません、そういった条件のいい物件っていうのは、大手の、まあ、スポーツジムとかそういうところが優先的に借りていきますし、あとは、まあ、シンプルにそういった条件のいい物件って競争も激しいです。ヨガだけじゃなくて他の、人たちもその物件を借りたいっていう可能性があるんですよね。要するにそこと戦わなければいけない、競争率が高いものって、よっぽどの資金力とかよっぽどの力がないと自分がここに入りたいっていうのが多分通らないですね。なので何かしら妥協した形でヨガスタジオオープンっていうのが最初になると思うんです。私ももちろんそうです。どこの場所であっても、この先生目当てで来てくれるっていう生徒さんは、多少私としては条件が悪い場所になっちゃってごめんって思っていても、大丈夫、あなたのクラスがいいから来てるんだよっていう風に、場所に関わらず集まってくれる可能性があります。なのでただ自分のクラスに毎週来てるだけじゃなくって、どこのクラスにやっても来てくれる人、このリピーターさんが、まあ、数人だとちょっと心もとないですね。4,50人ぐらいいたら、まあ、いいんじゃないかなと思いますので、ここの見極めをすごく大切にしてほしいなと思います。でこのちょっと番外編としては、ヨガスタジオをオープンするときに、よく出てくるのが、自宅の空き部屋を活用してヨガスタジオをやりたいなとか、自分のクラスやりたいなっていう方が結構いらっしゃって、相談を受けたりするんですけども、いいと思うんですよ。ご自宅の空き部屋を使ってヨガを教えるのも、経費がかからない
なそうだし、あと自分のねこう移動の負担も減ると思うんで、まあ方法の一つとしてはいいと思うんですけど、私は自宅で教えてたこともありますし、で今は結局物件を借りてヨガスタジオをやってます。でなんでそういう風にしたかっていうと、まあ、いくつか理由はあるんですけど、まず一つ目が防犯上の問題ですね。自分の自宅の住所を、そのままホームページとかチラシに載せている状態っていうのはちょっと怖いなって思ったんです。それはなんか変なちょっと運悪くねストーカーみたいな人に会ってしまった場合とか、まあ、女性のヨガインストラクターだと結構気をつけなきゃいけないと思うんですけども、住所がもう割れてしまってるので、ちょっと夜のね怖い時間帯に家の前で人が立ってたみたいになったらちょっと怖いですし、あとは何かこう怖い手紙が届いたりとか、私も実際にあったんですけど、ちょっと気持ち悪いような手紙が届いたりとか、そういう風にちょっと身の危険を感じるような場合もあったりします。なので、まあ、私の場合はね夫がいるので、まあ、何かあった時は夫に頼れるけど、まあ、夫がいない時間帯とかももちろんありますし、まあ、防犯上でもちょっと怖いなっていう風に感じたので、別の場所を準備することによって自分のね、自宅を守ることができる、自分の私生活を守ることができてるなっていう風に感じます。あとは自宅でやっていると、ご近所トラブルとかもちょっとね危ないなっていう気がしますね。特に住宅街とかだとゾロゾロっとね人が入ってきて、でなんか音楽がうるさいとか、なんかドタドタしてるとか、お隣さんにちょっとねこうクレームとかが入ってしまうと、生徒さんとかにもこう我慢してもらわなきゃいけないし、自分も ね気持ちよくヨガを教えられないってなっちゃう可能性もありますので、まあ、そういった環境的にもよく考えた方がいいですし、防犯上女性がねヨガを教えるっていうことに対する防犯的な部分で大丈夫かっていうのはよく検討した方がいいかなと思います。で実際にじゃあ物件を借りましょうってなった時は、まあ、物件探すのはねもう大体1年ぐらいもう見た方がいいですね。そんなに条件のいい物件ってポンと出てきません。私もここのオンライン専門のスタジオもそうですし、あともう1箇所のもともとある古い方のスタジオも大体1年以上かかってますね。何十箇所も内見しに行ってます。こういう風な条件でこういう用途で使いたいんだけどっていうのを不動産屋さんに行って、でまず今あるものを見せてもらって、で新しく出たら教えてくださいみたいな感じ、ちゃんと情報交換をしながら納得のいく物件っていうのを探した方がいいんじゃないかなと思っています。まあ、本当に出会いのタイミングとかもあるので、もう年レベルでねかかるもんだなって思っといた方がいいかなと思います。では続いて4つ目のステップです。貯金がほぼゼロ私です。貯金がほとんどない状態でどうやって、ヨガスタジオの開業資金をね、工面したのかっていうお金の話をしたいなと思っています。私はフリーランスのヨガインストラクターとして、まあ、活動していたんですけれども、まあ、生活はすごく大変でしたね。もう貯金なんてほぼほぼできないっていう状況ではあったので、なんとかこうね食っていくのに精一杯、なんとかねクラスを毎週続けるのに精一杯っていう感じだったんですけれども、でも自分がこうフリーランスとして活動している中でだんだんとこう起きてきた問題点として、まあ、特に公民館クラスになってくるんですけども、公民館の予約が取りづらいっていうことが結構起きてきちゃったんですよ。これはどういうことかっていうと、まあ、大体ヨガの、まあ、集客しやすい時間帯とか曜日って決まっていて、例えば平日の夜、週末の午前中なんですね。まあ、平日の夜はお仕事帰りの人が来るからここを取ってると、まあ、集客しやすい。あとは週末の、午前中とかですね、なかなか平日忙しい方が午前中にヨガをしてで午後出かけるみたいな行動パターンが多いので、この時間帯で公民館のお部屋を借りていたんですけれども、まあ、ヨガ以外の例えばピラティスとかなんか英会話とか何でもそうなんですけれども、他のカルチャースクールみたいにやってる人たちはバッティングするんですよ。みんな同じ時間の同じような部屋を取りたいってなってくるわけですね。そうなってくると毎週何曜日のこの時間このお部屋は絶対にヨガできますっていう確証が取れなくなってきてしまって、要は生徒さんたちをこう路頭に迷わせてしまう問題が起きてきたわけです。で生徒さんたちとしても毎週
中ないと次いつやるのか分かんないみたいな感じで不安になってくるし、そこからまあ離脱になってしまう、もう世がいいやってなっちゃったりするっていう傾向があったので、なんとか安定してヨガを続けられる環境を準備したいなと思ってヨガスタジオオープンっていうところをね目指したんですけれども、ここで大問題が、私に貯金がほとんどなかったっていうことと、あとまあ開業届は出していたんですけど、確定申告上なかなかこう黒字枠がなくてですね、この状態でヨガスタジオをオープンするための開業資金を銀行さんに融資をお願いしても通らないっていう状況だったんです、まあ、つまり返せる見込みがないから貸さないっていう状況ですね。で困ったなと思って、私はいろいろなことを情報調べたんですけれども、古い方の、ヨガスタジオをオープンするのに、開業資金が、約600万円かなかかっているんですけれども、600万円なんてとても自分ね一人で借りれる限度額じゃなかったです、その当時は。なんですが、国とかあと地方自治体には、創業資金を支援するっていう補助金だったりとか助成金みたいな制度があるんですね。で私が目をつけたのは国の創業支援補助金みたいなものがあるんですけれども、要は個人事業主が新しい事業を始めるための資金を補助しますよっていう制度があって、でその補助金、これはみんながもらえるわけじゃなくて、書類を出した中から審査をされて、でちゃんと先行きが大丈夫そうだねっていうお墨付きをもらえるといただける補助金になるんですけども、その補助金を使うと融資を、まあ、強制的には借りれるっていう状態になるわけですっていうのを見つけて、あこれにしようって私は思ったんですね。でこの国の創業支援補助金に申請するには、まあ、ちゃんとこう書類をまとめて事業計画だとかね、いろんなものを全部準備しなきゃいけないんですけど、とても私一人では、作れないものなので、市町村とかのエリアでそういった中小企業を、ね、支援する、まあ、中小企業診断士の方とか税理士さんみたいなのが無料でこう相談に乗ってくれるっていう機関があるので、私はそこに訪ねていて、この補助金に申請したいので、書類書くのに力を貸してくださいっていう形でお願いしに行きました。でその補助金の申請書類っていうのも本当に大変で、どのくらいかかったかな、半年ぐらい結構かかったかな、書類を書いて見本を見せてもらって、で自分で作りましたって言って、で、私が見てもらったのは、中小企業診断士の先生なんですけども、これじゃダメだ、もっと書き直してくださいとか、あとは競合とのね、中でどうやって自分のスタジオが優位にあるのかっていうのを書いてくださいとか、あと5カ年計画でこういうふうなこと取り組みをするから年々売り上げが上がりますよっていうところまで考えてくださいとか、書類自体はねもう本当10枚以上書かなきゃいけなくて本当に大変だったんですけれども、でもその分自分のやりたいことと必死に向き合うことができたし、あとはお金とか経営とかね、自分が難しいなって思うところとも逃げずに向き合うことができたと思います。でその申請書ですね、なんとか完成して、でその応募をしていくっていう段階になったんですけれども、最後の最後ですね、その私の書類作りのサポートをしてくれた方が私に最後にした質問があります。それはこんな質問でしたね。田村さんと、もしこの創業支援補助金通らなかった場合、要は補助金が取れなかった場合、田村さんはこの事業をどうしますかって言われたんです。つまりやるのかやらないのかってことです。でそこで私は即答しました。もし補助金がもらえなくても、この事業計画書を持って岩手県にある全部の銀行に回って絶対にやりたいですって言ったんです。そしたらその相談に乗ってくれた中小企業診断士の方が、よかったです、それならねきっと成功しますよって言ってくれて、大体言いがちなのが補助金がもらえないと授業ができないから諦めるっていう人とかいる。でそういう人っていうのは補助金をもらって授業をやっても、まあ、授業の経営を維持していくって本当に大変なことなので、やっぱり何かあった時に辞めてしまう方が多いんですよ。なのでもらえる予定だったものがもらえなくても、なんとかして道を切り開くっていう強い力を持っている人じゃないと事業を続けるっていうことは難しいので、その言葉をもらえて安心しましたって言われました。
なので私はやっぱりそこまで必死に向き合ってきたし、ここでやっぱり諦めたくない、絶対にスタジオを作って、生徒さんたちが笑顔で用意してる姿を見たいっていうふうに思っていたので、そういうふうに私はすぐ即答することができました。それぐらいでもやっぱり強い思いじゃないとなかなかヨガスタジオを作るっていうのは難しいかもしれないですね。で私はトータルで、600万円の創業資金のうち200万円が国の補助金です。で残りの400万円を要は地元の銀行さんから融資を受けて、でこの400万円を返済していくっていう計画で国の創業支援補助金に申請をしました。でなんとかその補助金も通りまして、で通ったよっていうことで、地元のね銀行さんにそれを持って行って融資をお願いしますって言って、融資を受けることができたっていう経緯があります。なので国の創業支援補助金200万円と、銀行さんから借りた400万円を持ってスタジオの、施工が始まるっていうところですね。こんな風に私はお金の工面をしていきました。ここでねちょっと番外編というかお金の話でよく出てくる方法としてクラウドファンディングですね。クラウドファンディングを使うか否かみたいなお話をちょっとしたいなと思うんですけれども、ですねヨガのスタジオオープンのためにクラウドファンディングをやるっていう方もたまにいるんですけども、実は私はあんまりおすすめはしていないです。クラウドファンディングがダメっていうわけじゃなくて、私としては地元の銀行さんと信頼関係を作るっていうことの方が長い目で見て自分の事業を守ることができるんじゃないかなって考えているんです。っていうのもいくら融資を受けて補助金をもらってスタジオを作ったとしても、必ず経営の危機というか要はお金が足りないぞっていうことって起きてくるわけです。事業っていうのはね、どんなに完璧なビジネスモデルを作ったとしても、自分がミスすることもあるだろうし、あるいは今回のコロナみたいな形で外的要因で自分の事業がガーッと傾いてしまう、つまりキャッシュフローが止まりそうになる瞬間っていうのはあるんです。それはどんなに完璧な事業を作ったとしても必ずそういう場面できます。でそうなった時に地元の企業さんからちゃんと信頼関係を得ておくと運転資金として少額の融資っていうものがスムーズに借りることができたり、今は危機的状況なんだけどここを乗り越えたら必ず挽回できますっていうのを証明していけばお金を借りることができて事業を継続することができます。融資を受けるっていう、要するにお金を借りるっていうことにすごくマイナスなネガティブなイメージを持っている方とっても多いんですけれども、私は最初だからこそ少額でもいいので銀行さんから融資を受けて、そしてそれをちゃんと返しましたっていうその信用を貯めていくことってすごく大切だと思います。私が創業の際に融資を受けた400万円を返す、これだいたい7年半ぐらい私かかってるんですけども、この途中途中でも追加融資私受けたこと何回もあります。それはいろんな外的要因とか、自分のね、力不足で借りたこともあります。でもちゃんと銀行員さんとコミュニケーションを取って毎年確定申告出すとか、今こんなことで困ってるとか、ここはうまくいったよっていうことをちゃんと報告しに行くわけですね、その担当の銀行の営業さんに。そうすると、あ、田村さん頑張ってんだねと、田村さんの事業ちゃんとお金ここまで返せてるからなんとか維持できるようにね、助成金探してみたよとか、運転資金だけでも貸しましょうかみたいなね話が出てくるわけです。むやみやたらに借りる必要はないけど、でも銀行さんに借りてちゃんと返せたっていうのは銀行さんから見たら信用できるね、事業だっていうふうに思ってもらえるので、創業の時に少額でもいいのでお借りする、融資を受けるっていうのは私はおすすめです。じゃないと本当にきつくなった時にすぐに融資受けられないです。で審査も通らない可能性があって、キャッシュフローが止まったら最悪潰れますからね。なんとかスタジオ維持するためにはそういったお金の面でも銀行さんとちゃんとね信頼関係を作っておくことって大事だと思います。
でクラウドファンディングだとやっぱりそれができないし、あとクラウドファンディングって何回もやれることじゃないですよね。本当に困った時とか本当にねチャレンジする時にしか使えないなんか打ち出の小槌かなって私は思っているので、いきなり初っ端からお金をもらうっていうところに行ってしまうと、あの今後何か経営が傾いた時にもう二度とそのクラウドファンディング要はお金をいただくっていうことはまず無理な選択肢になってきちゃうと思いますので、私はあのクラウドファンディングじゃなくてちゃんと銀行さんとの信頼関係を作り、自分の事業の経済的な面で、銀行さんと協力しながら自分の事業を守っていくっていうことが大切なんじゃないかなと思っています。じゃあ最後5つ目のステップですね、ヨガスタジオオープンしたからといって、そこのスタジオだけにドーンとねこうふんぞり返ってさあヨガしに来てくださいっていう形じゃなくって、いつまで経ってもやっぱりこちらからね生徒さんに会いに行くことって大切なんだよってお話をしたいなと思います。特に地方とかだと、ヨガの初心者とかヨガねあんまり受けたことないなっていう方がまだまだ多くって、でそういった方にとってヨガスタジオってすごくこうハードルが高いんですよね。なんか難しいことやってそうとか、ついていけなかったらどうしようとか、ちょっとね、運動に自信がないしっていう方にとってはやっぱりヨガスタジオってちょっとハードルが高いです。なので私が今でもやっているのは相変わらずです。チラシ配り今でもやってます。いろんなお店屋さんとか公民館だったり商業施設に、お願いしますっていう形で今でもチラシ配り行ってみますし、あとは、私だったらスパヨガみたいな形で、近所のねお風呂屋さんと、コラボイベントを組んで慣れ親しんでるお風呂屋さんで、ヨガも受けられるよっていう形にしてみたりとか、あとは、スタジオ以外でのイベントを組んでみたり、まあ、YouTube とかも含めて、こちら側からねいろんな人に会いに行く、こんにちはってヨガを教えている田村佳代ですっていうのをちゃんとこう見てもらえる活動っていうのを今でもやっています。でヨガスタジオのハードルの高さっていうのは、まあ、今後もやっぱり変わらないと思うし、スタジオに来るまでにねちょっとあのなかなか一歩踏み出せないっていう方は地方は本当に多かったりしますので、こちらからね会いに行くっていうこと、知ってもらう努力をする、そしてハードルを下げていく、これをね大事にしたらいいんじゃないかなと思っています。ヨガのクオリティは下げずにヨガを受けるハードルを下げていく、そのためのね自分から、ね、率先してできる活動はね今後もしっかりねやっていきたいなと思います。やっぱりヨガのね生徒さんたち女性が多くって、女性ってライフステージごとにとっても変化が大きいので、例えばお子さんが生まれてねしばらく何年か通えなくなるっていう人もいるし、引っ越してしまってね会えなくなる生徒さんもいるし、いろんなね体の変化環境の変化、そういった中でずっと同じ生徒さんがそこに居続けてくれるわけでもないんですね、それはあの悲しいことではあるけど、その生徒さんの変化自体はいいことだと思っています。なので、新しい生徒さんにも会いに行く、もちろんずっと通ってくれてる生徒さんたちはどん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 信頼関係を深めていって、生徒さんたちにね、こちらから出向いていくっていうことはヨガスタジオオープンした後でもとても大切な活動なんじゃないかなと思っています。はい、ちょっとねうわーっと長いスパンでお話ししていったんですけれども、いかがだったでしょうか。特にね地方の、ヨガインストラクターが、何の後ろ盾もなくですねヨガスタジオっていう、まあ、拠点を持つっていうことは本当に大変です、私も未だにね大変だなって、あの家賃がとかね水道光熱費がとかね本当にあの頭を悩ませていく部分もあります。ヨガスタジオをオープンすることはもちろんそれだけでも大変なんですけど、スタジオをオープンしたら今度維持していくっていうもっと大変なね場面もありますので、そこをねなんとかこの後も自分のハンドリングでスタジオを運営していくこととても大切になってくるんですけれども、その維持が大変でね潰れてしまうヨガスタジオ私もねいくつも見てきました。今回は私が歩んできたお話、自分がどんな風にね、いろんな課題を解決していたのかっていう話をしたんですけれども、私が歩んできた道が必ずしも全部正解とは限らないですね。私も試行錯誤しながらいろんな失敗もしていろんな痛い目も見ながらここまでやってきました。経営に関する本を読んだり、いろんな、ね、こう情報を得たりとかして、いろんな相談も乗ってもらいました。銀行員さんとか中小企業診断士の方とかね税理士さんとかいろんな方に相談に乗ってもらって今があるっていう感じ
ですね。もっと他にスマートにやる方法とか、もっとね賢くやる方法、そういった方法でヨガスタジオを運営している方ももちろんいると思います。でも私のまあ信念として、やっぱり自分の手足をちゃんと使って、自分の経験したことから学び、地に足をつけて自力で課題を克服していくっていうことが、まあ、自分がトップに立ってねヨガスタジオをやるっていう、この授業を行う上での経営判断力みたいなものを高めていくと思うんですね。つまりその授業を行う上での見極める目を持たないと、ぼったくられたり騙されたり、あとはなんか条件のいい話を持ってきて、いいじゃんって言ってそれに乗っかって、で結局ちゃぶ台ひっくり返されて振り出しに戻るみたいな、インストラクターさんも実際は見ています。なんかお金もねスタジオも用意したからあとよろしくみたいな感じでね、運営任されたんだけど結局集客もできなくて、すぐスタジオをクローズしちゃいましたみたいなところも実際に見てきました。なので大切なのは、できるだけ障害がなくスタジオを建てる、作る、維持するっていうことではなくって、必ずいろんな障害や課題は出てきます、スタジオをオープンする、スタジオを維持する、必ずどんな場面でもうわーっていうね障害課題っていうのが必ず出てくるので、その課題とか障害をできるだけ自分の力、自分の知恵を使って乗り越えられるように勉強したり、事業に関して自分の関与する領域っていうのを広く持っておくことが大切かなと思います。お金のこと、生徒さんのこと、 SNS の発信、チラシ配り、スケジュール管理、事務、仕事、全部やることいっぱいで、もう嫌だって思うかもしれないんですけど、でも嫌だからって言っていきなりね誰かにもうお願いしますって感じで、丸投げしちゃうと、あっという間に自分の思いと違う方向に事業が傾いていってしまうんですね。そうするとスタジオもそうだし、自分の伝えたいヨガの信頼って失われてしまう可能性があります。大変だけど今は便利なアプリとかいろんなソフトっていうものがあるので、そういったものお金をねかけずに使えるものとかもどんどん使っていって、できるだけ自分でさまざまな分野でハンドリングしていく力を持つっていうことを忘れないでほしいなと思います。はい、じゃあ今日はもうすごいがっつり語ってしまったんですけれども、最後まで見てくれて本当にありがとうございます。この動画を見ての感想だったりとか、あとはもっとねこのあたり細かく聞きたいなみたいな、疑問、質問、ご意見あったら、ぜひ下のコメント欄に記入をしておいてください。そしていいねボタンもね押してもらえるととっても嬉しいです。この動画ねもし好評いただけたら、次回はね地方のヨガインストラクターが、オンラインとか全国でね、クラスを教えるようになるまでの歩みみたいなところもね、撮影したいなと思っていますので、ぜひチャンネル登録してねお待ちください。あとは悩んでるヨガインストラクター仲間とかねいたら、ぜひぜひこの動画もシェアしていただけると嬉しいです。では、長時間見ていただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。